今朝は各地冷え込みが強まり、今シーズン一番の寒さとなったところも多くありました。特に冷えたのが北海道の占冠、-4.9度を観測し、札幌でも 5.5 度、長野の白馬でも 2.8 度を観測しました。今朝は布団から出るのが少し辛かった方も多いと思います。ただ今日はこの後気温が上がります。西日本から東北地方、広く20度を超えるところも多くなりそうです。気温の変化で体調を崩さないように服装でうまく調節をしてください。では明日の全国のお天気です。さあ明日は前線を伴った低気圧の影響で天気は下り坂となりそうなんです。ではお天気マークで見ていきましょう。西日本は朝から雨で、午後は雷を伴うような激しい雨の降るところがありそうです。東日本から北日本にかけてもお昼以降は所々で雨となり、夜は東日本広い範囲で雨となりそうです。ただ雨の割には気温は高く、日中の気温は20度を超えるところも多くなるでしょう。ではこの先の全国の天気です。金曜日にかけては東日本から北日本荒れた天気となりそうです。北日本は週末にかけてもこのすっきりしない天気が続く見込みで、気温もぐっと下がる予想です。体調管理バッチリと行ってください。そして西日本から東日本は週末以降は晴れるところが多いでしょう。日中の気温も20度を超えて過ごしやすい陽気の日続きそうです。